はいえー、次にセレクトケース分というのを紹介していきます。まあ、先ほどのブロック if 文と同じようにです、ね、複数の、まあ、条件を書くことができる分ですけれども、さらにですね、えー、式といって、値を書いたりして、まあ、より分かりやすい、まあ、複数の分岐を書くことができる分になっています。セレクトケースででですねですねので セレクトケースの評価式というのを書いてで、ケース何々、ケース何々ということで、いくつか、えー、書いてですね。で、そのケースのとと隣にある式1とか式2というところを評価をして、で、それにあマッチするものがあればですね、このそれぞれのブロック式を実行すると。ただし、これも1個マッチしてしまったら、 式にはこうですね。1個マッチしてしまったら、もうそれで一つのブロックを実行して終わりということになります。これも上から順番に見ていくということですね。それで、えー、さらに、どれにもマッチしなかった場合は、KSLS という、えー、ところを書くことができて、その場合にはそのとこに書いてあるブロックを実行するということですね。 で最後にエンドセレクトで終わりますと。まあ、このような文になっています,というです、ね。 はいえー、それでは、えー、セレクトケース文の説明ですけども、おテスト式、まあ、ここでは評価式と書いてありますがは、テストする対象の条件式で変数とか式を指定します。でえー、そこにはです、ね、式1から式 n-1 までに順に調べていって、でエンドセレクトを説に、えー、ブロックを実行してエンドセレクト。 の後に実行を移しますということですね。で、一致する式がなければ、ーケース・エルス説のブロックが実行されるということですね。で、えーまあ、エンド・セレクト説の後に、えー、移りますということですね。で、書き方としては、まあ、これもいろいろあるので、えー、全部覚えなくてもいいんですけども、まあ、例えばあ、ケースの後ですね。まあ 値として1カンマ3カンマ7とか、これ1または3カンまたは7ですよと、であったらということですね。それから1 to 100とかですね。そういった書き方ができる。で、こちらの場合には、一般的に X と Y を使ってこのように書くことができるでもあります。それから関係式ですけども、 これもちょっと特殊ですが、基本的に、えー、if 文でやったような、イコールとかですね、えー、そういった感じですけども、is というのを使って、is イ,イコール100とかですね、これで100の場合はです、ね、い s 小なりイコール50とか、まあ、こんな書き方ができますよということです。まあ、これは順に出てきますので、 じゃあそれではではすねセレクトケース文の例題としてえ月を入力してその月の日数を表示しなさいというところをやってみてください。例えば7月、まあ、7というのを入れると31日ですというふうに表示するとか9というのを入力すると30日ですというふうに出るようにするということですね。 はい、えー、それはですね、えーまあ、このようになりまして、1の1からあ M を拾ってきてで、セレクトケース M というふうに書きます。でえー、先ほど言ったように、ケース何々、ケース何々ってこう書けるんですけども、まあ、これはもう数字の並びを書くやり方ですね。えー、ケース1、カンマ、3カンマ、5カンマ、7カンマ、8カンマ、10カンマ、12カンマということ。 ま、これは1月、3月、5月、7月であればということですね。で、えー、その場合には31日ですので、えー、メッセージとしてはセールズの2の1に31日ですというふうに表示します。で、または4カンマ、6カンマ、9カンマ、11。こっに4月、6月、9月であれば30日ですというふうに表示する。で、2月であれば、 えーまあ、これはウルド氏の場合は29日ですし、えー、そうでなければ通常は28日ですというふうに表示する、まあ、そんな感じで書きましょう。それから、KSL 氏ですね、えー、どれにも当てはまるのか、もちろんある,あると思います。1から12だけ、えー、入力するというわけではないので,で、そうするとそのような月はありませんというふうに表示す、まあ、こんなような感じですね。 そうすると、基本的にこのセレクトケース分は一つで、えー、まあこのような分岐を書くことはできますという例題になります,です、ね。